来月の8日まで禁酒しようと思ったでしょ、今日最後に。いや無理無理、数値が高かったから。あ、もう無限にもできないしね、そういうのはね。怒られる先生、女の先生に。中お願いします。あ、長いんだよ。伝票書いてるから一回引き返した後にそれにしないと分かるけど、ね、注文終わった後にしないと。あれもおかしいんじゃない、よく見極めるさ。長いんだよね、これ。で、何？今、順位どれぐらい？いくら稼いだの？いや、言えんよ。全然3位だよ。すごいよ。イベント3位。何位中？これだって50位とかだよ。50位みたいな。総合50人中3位。違うよ。今日、白子が売り切れちゃったんだけど、生子は切れ？あ、生子好きだけど。生子の酢の物。あ、やった。33週過ぎだよ。お願いします。え、3位って3位？ 3位だけど、これはなぜ、まあ、総合的に見ると30位ぐらい今。ワールドカップで言ったら、うん、県外、県外、うん、ヨーロッパとかじゃない。どうでもいい。日本、日本はすごいな。アジアは誰でもみんな。サッカーだと日本、アジアみたいなところ。そう、フィリピンとかで、それの3位。違う、それのだから50位ぐらいってこと。あ、今、うん、全然ダメやん。そう、これはカテゴリーの中で。あいつまた使わないといけないね。カーニーさん、あ、言っていいの名前。カーニーさんも TikTok だから。本当、何 TikTok でそんな稼げるの。めちゃくちゃ稼いでるらしいよ。すごいね、やっぱ才能あるよね。全然面白くない。金持ちに好かれるね。金持ちの良い者がすごい上手だ。すごいね、やっぱ才能あるよね。総理って、安倍総理に似てんだよね、顔が。知らない。なんとかたこ焼き、なんとか。最近もうウクライナ諦めた。ウクライナとロシアの話をさ、ひたすら聞かされてた時があって。ああ、全然今話せる。いや、もうまだ飽きてないんだ、うん、もうずっと見てる。もうだってもう西側のメディアも、欧米のメディアも、もういつ負けるかって話になってきて、アメリカももう支援できない。レッドアローがなんか乗っかっちゃってよ、酔っ払って。あれ自由よ。だからさっき言ったらリベラルと一緒か、松本人志も全て全部関係してるんで。あ、松本人志とかの話の方がまだね、聞きたいけど。言ったやろ、だからウクライナ勝てるわけねえな。ありがとう、ヘボグラミー。1兆円使ったの。え、1兆円使ったの。じゃああれに似てる、エビゾ、エビ、エビの、なんだっけ。お返ししなきゃいけない。エビスさん、エビス、エビスさんに似てる。すっごい似てる。そっくりだよ。まあ、俺が成功したら、新宿までバーンってきちゃった。そっくり。誰がいいな、楽だよ。だって、そっくりとか何か聞いて、どうするの、そんな。え、そんなこと、この人たち聞いて、なんか。いや、コメントで、似てるよねって言われた。もう掲示板出てるやん、俺の顔。自分から映るから。高田のパパで降りていいんだよ。どうしたらいい。ジェイソンも童顔だよね、顔がね。83だね。あ、そうなんだ。すごいね。この店主83歳だって。全然。いや、今日さ、すごい、来月、忍法さんっていうね、配信者の人と、デートするんだけど、その人が44歳なの。44歳で親に6万5000円の仕送りをしてもらってるのね。で80代で、80代だから年金とかから、お母さんから、お父さんとお母さん
年金から。いやで、その頃でちゃんと年金払ったら2人で50万ぐらい毎月、うん、なわけないじゃん。いや、1人20万以上もらえる。80代ってそうなの？ああ、そうだ。そんなもらえるの？ちゃんと社会、会社に勤めしてたら50ぐらいもらえる。50以上もらえる。だから6万ぐらい遅れるみたいな。だから6万ぐらい、へへや。そうなの？で、子供、お父さんと、だからその80、50問題つってそのお母さんたちが死んだ時にその50の男が子供が生活保護をもらわなきゃいけないようになるから大社会問題になる。あ、70代前半だったよ。お母さんたち、うん、70代前半、うん、でも70代全然でも20万ぐらいもらえる。そんなもらえんだ。20何万うちが、私が無事になったらいくらもらえるの。お前ら払った分のマイナス3000万円で、まあせいぜい自分やったら自分やったら、まあ5、6万円5、6万、うん、それでどうやって生活しろって、どうやって生活しろって ありがとうね。だから今稼いでたら男に媚び手伝って死んでそいつの資産を狙うとかそういうのしかないんだよ、やり方は。そうなの？金持ちのやつと？金持ちじゃなくてもいいんだ。2、3000万ぐらいのサラリーマン、独身のサラリーマン狙って、どうしようかな。でもふわっちはさすがになくなると思うけど、あの配信ってなくならないよね。知らない。例えばさ、あの AI が配信こんぐらいでいい？ちょっと多いな。本当お酒こ強いよね。もし AI が配信できるようになったらいらないよね。あの個人配信者ぐらいのレベルのものが AI でできるようになったらいらないよね。投げ銭の規制がありそう。確かに、まあ、中国と韓国は投げ銭の規制あるからね。そうだね。そう、韓国ダメだね。じゃあ、はい、お疲れ様。よしえさんとかめちゃくちゃいいよね。よしえさんの将来の夢はよしえさんかな。よしえさん。で、逆にそのなんだろう、老人だから面白いんじゃない。よしえさん75歳でめちゃくちゃ稼いでる。よしえさん70代で、あの私何回稼いでる。すごくない？俺あんまり今稼ぐことあんまり興味ない。今大切なのは事業をうまくさせる、立ち上げる。稼ぐのはまあ面白い。本当だよ、年金がそんな安かったら多分生活できない。これこの、なんだっけ、あのえ、それ最近、それ今聞いてやっと分かったの。いや、そうだった気がするでも。で、患者先生のかわいそうなのは払った額が、マイナス2、3千万だ。その老人、そのあれまで払ってたわけでしょ。そう、だからプラマイ、マイナスなの。マイナス2、3千万、うん、あんたのせいで。すごいぞ。
あ、そう、そうやね、うん、返してよ、え、返してよ、回しちゃって、もうちょっといい、ちゃんといいことしてやったら返してよ、店のポーチいいことしてやったら返してよ、尽くしたらもうプラスロッチに帰るしかないですよ、そうだよ、そうだよ、かわいそうよね。でも一番かわいそうなのは自分の、あの、なんちゃ、なんとかちゃん、子供の、甥っ子の煮魚って食べね、なぜ煮魚なんですか、ブリ、ブリ、ブリの釜のね、美味しいんだけどさ、ブリの釜を焼いたのと煮たのとどっちがうまいんですか、いや、今ブリ釜煮たのしかない、あ、いいじゃないですか、こんにゃくと大根と、それからあのこんにゃくとか、じゃあ、じゃあ煮たの、いや、だからもっと可哀想なのなんとかじゃん、ご飯で一緒に食べるのは大丈夫、おいっ子、おいっ子、そうなの、もっと今生まれてる人はもっと可哀想だから、どんどん可哀想、借金癖って、じゃあうちらのおいっ子はさ、年金いくらなの、もうさらに自分から500万とか、自分が3000万、マイナス3000なら3500とか、可哀想で、俺がもうバリ散らかす、ボケて、うれーれ、ちゃんとケツロケーとかの場合って言って、それでやるの、お前6万円かわいそうやな、でも俺もマイナス何千万円、1500ぐらい、で多分あんたのお母さんぐらいがプラマイちょっといい、昔は年金月400円しか払わなくてよかった、そうなの、まあ物価とかあるから、物価とかでね、いつまでさ円安、一般論で言われてるのが、一般論じゃないよ、よく言ってるのが一回円安から円高になる、一時的になるって言われてるね、いつ、今年か来年ぐらい、マジで一瞬だけ、一瞬だけなるんじゃないかって、そなに予言者、いやいや、なんかいろいろそういうのもあるし、そうなんだ、じゃあその時にさ買った方がいいね、何を、え、私韓国よく行くからウォンを買った方がいいね、あんな紙切れ買う必要ないって、なんで、あんな紙切れとか買ってどうするの、なんかあるやん、米国、アメリカドルとか、いや、興味ない、いや、興味ないじゃない、あれ、髪切れやん、もう、いや、韓国よく行くから、もういいって、そう、勝った方がいいって、やめた方がいいって、すごい上がった時に連絡して、俺買うから、ね、去年もらったら、そうなんだ、今年は家庭の、頭いかれてるよ、ローン買うから、このソラ君、さっきから何を言ってるの、結構でかかったな、粒が、やっぱあれをね、吸い込んじゃったから、あれで、何を言ってた、ピンピンに入っちゃって、皮が入っちゃった、払わないで自分でなんとか、いや、年金払わないといけないもんね、当たり前、払わないと、自分もあれ、こんぐらいあるやん、年間やん、いや、言わない、これやったら年金絶対払わない、昔は払わなくていいよ、言わなくていいよ、言っても言わなくていいよ、お前はなんか喧嘩するとなんか書く、なんか言うから嫌だ、何も教えない、こんぐらいあるやろ、こんぐらいあるって分かってるんだけど、これで払わないの、あれなしやから、あれもやりいいよ、年金以外にもうちょっとあるんだ、それだけは、それやってるよ、そしたら20万ぐらいいけるよ、積み立て、年金払ってるよ、ちゃんと年金だったら6万しかない、あ、なんかね、無課金って人と行くらしいよ、ゼロワンは、自分で切ったんだけど、あとゆうちゃん、トリミング連れて行けよ、いや、まだ寒いからさ、いや、もう今一番寒いじゃん、ホームですよ、何て俺おっしゃったことない、じいちゃんもあれ寒いと思うよ、あの家、じいちゃんとそれで夜抱きしめながら寝るのが
絆を近づけるけど、今日もだけど、もしだったら、だって夢は待ってたのに、来たら忘れても大丈夫すごいね、元気って人ね高田それくらい無課金って人がすごい人ってことなんですよ。いやいや、ちょっと狭いから。すごいね。あ、全然伸びたね。大反対。本当だね。このお店めっちゃ人気。もう満室。5時オープンしてもう満室。いやいやいや、なんか、ね、誰か閉めてる。今日全然情熱さえしない。ここね、人気だよ。教えたくないもん、みんなに。満席、満室、満席。もう当然出ないんで。あと小田ちょうど彼に紹介してやろうか。直接聞くよ。あんまり近い地域の話題。じゃあの埼玉の、いやあんこなかったの。埼玉の針紹介してやろうか。最近接骨院通ってる。しんどくない？それ聞くの？まあ気休めだけどね。でも保険聞くからさ、安いし。あ、ねね、柿なべにしてさ、生柿も食べたらしつこいかな。生柿があった。あ、まあ。食べる？なかった。まあ、M に仕事を与えたの。あ、明日ね、ヨスさんとデート。ヨスさん好きでしょ？いや、別に好きじゃない。ちなみに、今、誠二さんが天下取ってる。天下取ってる？ふわっちです。誠二さんどう？あれ？誠二さんどう？分析して。見てない。見てないの？養分は？養分さん、見てないの？誰も見てないの？あ、そう。見たら俺課金しちゃう。え？課金しちゃう。やっぱり最近機嫌いいもんね。機嫌良くない。今日機嫌いいだけで、昨日機嫌悪いってずっと言ってたよ。綱渡りでよ、仲間が売っちゃったんだ。でも空くんが何なんだろう。なんかね、俺に聞いたらさ、なんか自分の経験何を言ってんだ。そのね、カーニさん、TikTok っていうやつ。TikTok って俺のイメージだと、十何秒とか何十秒やTikTok で俺のおっさんやから、なんか知らんけど、イメージはショートムービーってことみたいなことしかイメージないけど、あれ長くできるの？俺も TikTok ずっとこういう感じでできるの？できるよ。でも、面白くない。正直面白くないな。私は面白くないな。いや、だから汚い下ネタとか言えない言えない。厳しい。めちゃくちゃ考えたらなんでそれで、あの、キレ売りしてる。どういうことやってんの？え、どういうことやってんの？どういうことやってんのか分かんないけど、なんかキレ売りしてるらしいよ。いや、あの人そういうことできるの？え、その人そういうことできるの？汚い、汚いこと。できてるらしいよ。すごいね。でもやっぱフワッチの方が、あの、面白い。あの、私のいるサイトの方が面白かったって言われてるけど、そう、TikTok って人口が多いから、別に大して多分沸かせなくても閲覧が増えんのかな、わからん。すごいね。それでちゃんと、こう、やっぱり将来考えてるんだよね。え、真面目だよね。
結局ね、そうやってここだけではもう俺の将来だと思って、そういうところちゃんと作って、ちゃんと綺麗なネタに変えたんやろ、うん、まあでも頑張り合いだよ、ね、まあ大変なんじゃない俺だからね、うまく下使って下から金釣り上げていく、やっぱできないんだろうね、こういう商売。ふわっちかさ、TikTok だったら、まあ、TikTok の方が 長そうだしね、会社的にさ。でも自分でずっとやるってやっぱすごいよ。いかに俺楽勝かしか考えたくないからね。だってなんかこう会社作って部下みたいな置いてたよ、弟子みたいな。あ、マリオさんとかなんかいろいろオーディション開いたりとかして、うん、普通ああやってさ下に稼がせるように普通行くんやろ、でも自分でやっぱやってるやん、偉いね、やっぱり。目覚めたのね、商売っていうか責任感。ごめんね、今出るからね、すいません。あ、ありがとうございます。金玉握ってこいよ。大丈夫、関係ないけどね。気持ち悪い。いや、冗談。あ、やる、作るよ、もう危ないから。いや、ああいう男を抑えろ。ああいう男を抑えろ。すごいですね。いやもう私同業はちょっともう嫌だな。一時言ってたの、私配信者大事。言ってねえよそんなこと。言ってねえよ。俺は全部配信者大好きなんて言ったことないから。一言全部喋った。やめてよ。昔ね。本当昔も言ったことない。私配信者大好きですなんて言ったことない。俺が酔っ払って適当に言ってるんだからいいよ。だからそういうのやめて、適当に言って、あ、そうなんだってなるんだからやめて。めんどくさいから。あ、ごめん。うざいから。私は適当に言ってるって分かってるけど、そういうのが言われるんだよ。あ、言ってたんだよ。最近は叩かれてる。叩かれてる。お前よりは掲示板とか叩かれてる。見てない。見てない。見てないけど。なんで分かるの？叩かれてる。コメントで言われるわ。ブログしたり。これで。おい、仕事してんね。死のうと思ったことある？え？知らない。ないんだ。死のうと思う。傷つくとかない？疲れちゃう。疲れるっていうのは傷ついてんの？傷つくっていうのは鬱になる。涙を流すとかでしょ。そういうのと違う。きついってな。こう全力疾走した後みたいな。疲れた。いや、まあいいよ。あ、ありがとう。あ、アヒルちゃんもありがとう。なんかそう、なんかずっとさ、なんか病気っぽい人と会話してるとさ、疲れるもんね。マネじゃないけど、で、これが今月のイベント終わったらまた1ヶ月だらする。いや、そんなことないよ。そんなことしてないもん、ずっと。で、何、毎月これやるの？え？毎月こういうイベントみたいなのやるの？そうだよ。で、今女子で誰が一番イケイケなの？女子？女子…そもそも何やろ？いないか。いない。自分っていうのはどれぐらいの女子なの？女子なの？それであのプラチナになってたよね。あ、ランク、そのランクでってこと？うん、まあ、ランクだったらいっぱいいるよ、女子ね。でも、なんだろう、その有名ではないかな、そこまで。わかんない。自分？うん、自分、あ、ごめんなさい。自分、有名じゃないの？だってプラチナやん。そうだよ。てか、そんな、なんか、あんま謙遜入れてんの？謙遜とかじゃなくて、そうなの、謙遜入れてんの？いないんだよ、いない。
誰が一番そういう人かいないの？まあ、デコルテ姉さんとか、ヨシエさんとかか。でもあれ、あの人ブロンズとかそんな感じだった。誰が？なんとか姉さん。デコルテ姉さん、うん、そんなわけないやん。いや自分の方がなんかマークすごかった。デコルテ姉さん、え、デコルテ姉さんってさ、ブロンズなわけないじゃん、それ一つ以外。だけどあんたより、あ、シルバーやった。シルバーなわけない。でもあんたよりもあのマークすごかった。え、デコルテ姉さんって今ランク何、いくつですか？プラチナだってよ。ほんと俺が見た時は違う。それ昔じゃないの？いや、1ヶ月前よ。それは多分ただあの人面白いの。それデコルテ姉さんじゃないよ。デコルテ姉さん見たってあんたに言ったら先月ブロンズだったの。いや、なんか違う、あんたよりよりは。ああ、私の1個下のランクだけど、でも一緒ぐらい。あれ当てにならないんだ。いや、当てにならないっていうか、まあ、変わんない、大してその一緒ぐらい。だから見て、こいつ稼ぐなもんなと思って、食わしてもらおうかなと思って。希望になろうかな。デコルテ姉さん狙ってんの、次。希望もうするぐらいも十分お前尽くしたよ、俺が。もし、まあ、そんな男じゃないけど。いや、だからデコルテ姉さん面白いね、あのデコルテ姉さん。そう、メイクとかね。いや、メイクとかって言うだけやっぱコロッケさん、あ、もーちゃん、ありがとうね。カメラとどういうの、この相手の観客そのあの空間のこうプロの距離を置いてるよね。で、あんたもあんまり言わんけど、あの素人じゃないよね、距離が。姉さん話しやすい。姉さんとコラボしたことある？あの距離がプロとそれを見てる人たちの距離を置いてるね、あの人ね。あー、ひるちゃんありがとう、モンブラン10個ナイス。で、ありがとう。そのくそプロじゃないんだから、すごいよね。ん？そのくそプロじゃないんだから、そうそう、現役の人じゃなんでもないですよ。あ、やったー、嬉しい。だからすごいよね。私大好き、ナマコ。美味しそう、これ。私、ナマコ大好き。美味しそう。グロい、私大好きだね。あの、そうプリコリする食感がすごい好きなの。だからもうその川西さんがそっちの方行ってたから、おいしい。今ジェットさんが天下取ってる。同じ AD 型。なんかね、あー20倍。アヒユちゃん20倍ナイス、ありがとう。アヒユちゃん20倍ありがとう。あんた3月どっか行ってた、3月どっか行ってたけど、ありがとう20倍。ありがとう。まあ、ちょっとニコありがとう。福ちゃんの口臭くなってなくなったんやけど、何かやったの？歯磨いてるもん。磨いてるの、あんたが。あ、ニコありがとう。じゃあ、あいつ歯磨いてなかったら臭かったの？いや、違うと思う。だってちゃんとやってるもん。まあ、逆にもうじいちゃんの臭い。それは やばいよ。あの年で臭いってやばい。まだ0歳なのに。あ、ひるちゃんありがとう。いや、あのさ、0歳でね、臭いのはちょっと本当に、まあ、大体何やってるか知ってるけど、玉ねぎとか揚げてんだ。揚げてないの？いや、漁ってるじゃん。玉ねぎは絶対あげて、あさって食べたの知ってんだよ。玉ねぎあげて、だっちゃんありがとう。だっちゃん
だっちありがとう。あげたとかじゃなくて、その酔っ払ってそのままにしちゃったりするわけ。だって焼肉のタレだって玉ねぎ入ってるからね。あ、ぽちゃんもありがとう。そんなことをしてたらさ、私が見てる中でもそんなことしてたら多分毎日そうだったんや。あ、だっちゃん4個ありがとう。だっちゃん3個ナイス。だっちゃんありがとう。